それではただいまより令和2年度第12回市長定例会見を開催いたしますそれでは長藤市長よろしくお願いいたしますお疲れ様ですよろしくお願いしますまず新型コロナウイルス感染症についてです先週7月11日に感染経路不明者境市民の新たな陽性者における感染経路不明者が7人となりましてステージ3 堺シグナルのステージ3、要警戒となりました。そしてその翌日には、大阪モデルでも黄色信号が点灯をいたしました。今、現在では、感染経路不明者数、堺では6名となっておりますが、ステージ3になってから2週間程度、警戒が必要ということで、同じ取り組みをしております。市民の皆さんには、体調が悪いとき、これはもう外出を控えていただく。そして 感染防止対策、感染防止が徹底されていない店舗、場所への来訪というのは控えていただきたいというふうに考えております。はい、でこれはあの、5月第1波と言われる、まあ、本市では第1波と考えているんですが、3月6日に本市市民としての1例目の方が感染者となりまして、そこから5月13日、 までそして5月13日に発生してからはその後1か月以上ゼロ感染者ゼロという状況が続いていましたその最初の3月3日から5月13日までの表この流れというのは何度もご説明をさせていただきましたがそこと今の6月16日以降そして昨日に至るまでの状況というのを比較をしてみましたこちらであの分かることというのがですね 3月の後半からだんだん感染者の判明という密度が濃くなってまいりまして4月に超えてからは入ってからは連日発生をするそして4月9日11日で本州におけるピークを迎えたということになっています。それれがが6月16月日以降を見ますとこれがですとこでね 6月16日から6月30日まではしばらく間が空いていたんですがなんだ密度が濃くなってまいりまして7月5日に堺シグナルステージ2そして11日に1週間も経たないうちにステージ3となっておりましてこの密度が濃くなっているそうするとこれを第一波の状況と与えますとこれから大幅に増える堺市民の感染者判明者数が増える可能性というのが あ高くあると考えておりましてこれは警戒が本当に重、うん、貴重な、えー、警戒が必要なあ事態だと想定をしていますまあ、今この第一波と言われる状況からですね、ま、えー、堺のウィズコロナ戦略というものを定めましたが感染防止とそして地域経済の回復社会経済活動の両立ということを図っていくま本当に重要な局面と考えておりますのでま市民の皆さんには 引き続き警戒を訴えていきたいと考えておりますステージ3に移行しましてからは防災行政無線防災スピーカー1日に2回市民の皆さんに注意喚起を行っているとともにですね毎日候補者を回しまして車でもスピーカーから発信をしているという状況です合わせて駅前中心に縦看板も設置をしておりまして 感染が拡大していますと市民の皆さん、多くの皆さんも今、マスクもつけていただいて感染防止に気を遣いながら日常生活を送っていただいていると思うんですがより多くの方に感染防止徹底をしていただいて少しでもこの感染拡大を抑えることができる感染爆発を防ぐ第2波が訪れるのを遅くするということをぜひご協力をいただきたいそして堺市としても注意喚起積極的に行っていきたいと考えております。 はい、これあの年齢分布になります。で、こちらはまあの先週もお伝えしました。あ、30代以下が過半数を占めているということですが、ただこの状況というのは、次第にもう少し上の年齢に移ってくるのかなというふうに思っております。ま20代30代の方どうしても外出自粛、緊急事態宣言中抑えられた。時間が長かったので、まあ,あの夜の街であったりですね。あの、飲食店楽しんでる。 いいいらっしゃる方が多いと思いますでそこからあだんだんです、ねあのー、活動範囲が増えていって、まあ、職場等で、えー、感染が拡大をすると今このグラフがもう20代がもう半分近く占めてるんですが、まあ、これがだんだん30代以降40代50代60代というところにも広がっていくんじゃないかなというふうに考えております。 続きまして特別定額給付金1人10万円の今の給付状況について現状お伝えをいたします7月10日の時点で85.3%となっておりまして6月中までに6月中に申請をいただいた方で再確認、まあ、書類の不備であったり例えば銀行口座の間違いであったりですね、まあ、再確認が必要なもの以外は7月10日の時点で ほぼ作業完了をしておりますそこからは確認をさせていただきながら書類の再提供が必要なものについては電話連絡をさせていただいたりまた書類を返送したりという作業を行っておりまして今も毎日行っておりまして7月15日今日の時点では約36万1000件となっておりますそして7月17日には36万9000件93.3%。93. 今、申請をいただいている市民の方々、約38万件、そして7月17日で36万9000件ということですから、申請いただいている方々の97%はすでに給付を終えると、これは作業を終わっていて、あとは振り込み待ちの状況ですから、7月17日、終えるということになっております。ままだ申申請請さされていないな市民のの皆さん8月31日ででですので申請 あの早めにしていただきたいと思いますし、まあ、ご高齢の方、障害のある方等で、えー、なかなか思うように手続きが進まなかったというのはあの堺市もしっかりとサポートをさせていただいて多くの方あの申請漏れがないようにしていきたいと思っております、はい、え続きましてモズ、えー、古墳群ビジターセンターについて、えー、ご説明をさせていただきます。私が市長にに、えー、就任をしましまて、えー、その時に 予定されていましたモズ古市古墳群のガイダンス施設という施設がありますがその建設計画を中止をいたしましたでその代わりにですね多くの方がそのモズ古墳群に訪れた方が過ごしていただける場所を設置をするというお話をしておりましたがその今計画がまとまりまして来月から着工することになりましたのでご説明をさせていただきたいと思います この場所につきましては、今レストハウスがありますモズ JR モズ駅とそして忍徳天皇旅古墳の間にありましてちょうど同線になりますので、まあ、おそらくモズ古墳群を訪れる方はほぼすべての方が通られる場所にありますここを改修をいたしまして来年3月、令和3年の3月にオープンする予定としていますあの上から見た図ですが、内容としては このような形を内装計画をしておりますデザインですね。こちらあ堺市出身の空間デザイナーまあ、全国で活躍されている間宮佳子さんという方がおられます。え、間宮さんからコンセプトのデザインをいただきまして、まこのような形で計画をしております。古墳時代から続く、堺の歴史であるとか、このモズ古墳群の百舌古墳群ですねの。 価値を分かっていただけるまたここからですねビジターセンターですので来られた方がここから博物館であったり堺の中心部に移っていただきやすいようなそのための施設にしたいと考えております、まあ、まず古墳群で古墳の築造に携わった方々がそこで鉄の鋳造技術を培われてですねそこが今の堺の、まあ、以前の刃物であったり鉄砲 もちろん今は堺内刃物は全国的なシェアを占めていますのでそこにも生かされているということでぜひここに来た方に古墳群はもちろんですが堺の歴史、伝統文化というものを感じていただける入り口にしたいと考えております。内部にはあ前の写真で…えーお 奥にお土産のスペースを予定をしておりましてそしてこちら手前にはカフェスペース、まあ、来られた方がですねくつろいでいただけるようなスペースも用意をしていますそして、はい、であの左上の方にグレーの空間がありますがここは デジタルコンテンテツをを予定をしていますプロジェクションマッピングさまざ、あ、ま今デジタル映像を使った技術というのがありますが、まあ、そこを従業者の方に提案をしていただいてこの体感ができるその古墳の壮大さそしてモズ古墳群のその意味というこの場所に作られた意味というのを感じていただけるようなコンテンツを今計画をしたいと思っておりまして。 募集事業者募集しておりますこちらもですね、えー、内部に入っていただいて実際にぐるっと古墳が見えるところを通っていただいてデジタルコンテンツ楽しんでいただくこちらも施設全体としてですね、まあ、あの入り口の施設ゲートウェイとしてぜひ多くの方にもずこ墳群感じていただけるような施設にしたいと考えております当初あのもずこ墳群のガイダンス施設は 26億円をかけて建設予定でした、えー、そして私がまあ就任して、えー、昨年の7月6日に世界遺産に登録されたでその時には実はあのー、その決議文イコモスですね世界遺産委員会の決議文にはあガイダンス,スについてはまあ十分に検討することということがありましたその後におそらく遺産そのまま進めるとしたら 遺産影響評価というものを実施をするとその時点では実はいつ完成するかというのは見えていなかったんですねそこから遺産影響評価をしてさらに周辺の駐車場を整備するための土地の交渉も必要だったということですからおそらく長い間今ももちろん完成していないですしおそらく数年後になってたと思います今回のこのビジターセンターはですね今この建設そして内装 でデジタルコンテンツ合わせても約今2億2000万円ぐらいを計画しておりまして費用としても10分の1そして来年の3月にはオープン予定ということで,です、ねまあ、早くこのモズコフン群の施設を用意することができると考えております、はい、最後一つご案内です。 この間あの学生特に学生の皆さんですが部活動が休止になったり各種の全国大会大阪大会が中止になったということで例えば今、くら寿司スタジアム堺を使っていただいて高校野球高校軟式野球も会場に使っていただいておりますまたフェニチェ堺でも学生の皆さん無料で台本を使っていただけるそのような新作も実施をしております。 合わせてまこれはあの j グリーン堺え、j グリーン堺の指定管理者の授業ではありますが、あ中学生高校生のサッカー大会が中止になっていることを踏まえてですね。あのここも多くの皆さん参加していただきたいということで、大体のサッカー大会を開催するということになっていますえ、8月12日から8月14日までの期間でえ、この特にこれ中学生そのアンダー15。 同日で高校生の大会も開催されるんですが、アンダーツー十五中学生の皆さん、募集が七月の二十日までということですから、ぜひこの機会にですね、皆さんあのジェグリーン堺カお越しいただいて、まあいろいろと大会が中止になりましたが、この堺カイで大体大会を楽しんでいただきたいと思います。はい、私からは以上です。はい、えー、それではご質問のある方は社名をお名乗りいただいてよろしくお願いいたします。あ、どうぞ。 新型コロナウイルスの感染症の状況についてお伺いしたいんですけども、えー、先ほどこの、まあ、最近の状況を第一波に当てはめると今後世界における感染者が大幅に増える可能性があるというお話だったと思うんですがもう少しこう詳しくどこがどうなるど,あどこがどう類似しているのかっていうのをもう少し詳しく教えていただけますか 類似点としては当初ポツポツと陽性者が判明をするとで次第にその間隔が狭くなっていく1週間に1回1週間に1日3日に1日だったところが毎日のように出てくるそしてその数も少しずつ増えていくということですねそしてまあこの背景にもちろん大阪全体の傾向というものもありまして大阪全体でもおおむね あの同じようなあ傾向は見て,ておりますもちろん大阪市の感染者というのは大都市ですから井よりは多くなっていますが、まあ、傾向としてはあ同じようにだんだん密度が濃くなっていってそして、まあ、やはりあの密度が濃いということはそれだけ発生している方が増えているということですからそこから2次感染、まあ、あのさらに移っていくということで。 この流れでいうと、このまま収まっていく、ゼロが続くというよりも、増えていく可能性が高いんじゃないかというふうに考えております。ただ、まあ、今回、前回と違うのは、まあ、皆さん、本当に感染防止、気をつけていただいて、第1波のとっていうのは、マスクの流通もかなり厳しい状況でしたが、今はマスクが手に入ります、入手できます、そして、まあ、店舗の入り口等でも、皆さん、消毒をして入っていらっしゃいます。 感染防止には気をつけてていいいただいている、まあ、一方で、まあ、多くの方今あの飲食店と楽しんでいらっしゃいますもちろんそれ自身はあの経済活動を進めていく上で必要なことですがどうしてもそのお酒が入ったり楽しくなると感染に対する注意というのは少し薄れてしまう,うそのことが考えられますので、えー、ぜひ、まあ、その点でも、まあ、気をつけて楽しんでいただきながらです、ね、そのピークをーできるだけ抑えたいということを私たちは考えています。 でどれだけその市民の方がそれであの、まあ、警戒心を強めたのかですね、えー、指標自体はその感染経路不明者の人数が7人以上ということでそれ自体は分かりやすいと思うんですけれども7 6人から7人になったらどう深刻なのかというのは一般の市民の方にピンときてないんじゃないかという気もするんですがその辺の,その市民の,はあの受け止め方は何か把握されているでしょうか。 もう1点は、もうステージ3また、また2に戻ったんですけど、3になって、さらにどんどん8人、9人、10人増えていったら、次はどういう一定を打つんでしょうか。まず1点目あの、7人以上になったら市民にとってどう違いがあるかということですが、ここはあくまでも内部の指標として、6人、7人というのは設定をしました。大大阪阪モモデデルル当初の大阪モデルでですね感染 経路不明者数が12以上のときにこれはおそらく黄色だったと思いますがでです、ね、その大阪モデルの中でも特にこれから第2波に備えるにあたって堺市として何を注視すべきかということを検討をしましたでそうするとやはり感染経路がわからない濃厚接触者であればどこからうつったというのが分かりますからある程度対策できるんですけど感染経路が見えない状況というのはやはりリスクがあると。 とということで感染経路不明者数をを設定ししました7人以上という数値は大阪モデルでは今今の改変された改正された大阪モデルでも感染経路不明者数10人とありますがそれを1週間の1日単位ですので1週間合計にしますと70人大阪府と堺市の人口割合で言いますと いいた人人ととととううここでですので、まあ、7人以上ということを数値に当てはめましたで実際にこれ市民の皆さんが4人だから大丈夫だとか7人だから危険だというよりもこれはこの時点になったら堺市としてはも警戒を呼びかけなくてはいけないということの数値として扱っています実際に今あの防災無線が11時と4時に鳴らしていますし校舎も回っていますので、まあ、防災無線の地域にいらっしゃる方というのは 何かまあ違うなと。普通あの警報とか大雨、警報、洪水、警報等で防災無線流れるんですが、まあ、緊急事態宣言中のようにですね。また、あの防災無線が1日に2度流れるということで、あのこの辺りは分かっていただいてるんじゃないかと思います。で、あの今、ポスター掲示も。まあ、市の公の施設には全て貼るようにしていますし、民間の事業者にも。 協力ををお願いいしています、まあ、その辺りはどこまで伝わるかというのはこちらもチャレンジなんですが、まあ、あのできる限りのことをしながら市民の皆さんに警戒を呼びかけていきたいと思っています。でまあこれこのあとですね今、まあ、今日現在6人なんですがこれが例えば,例えば10人20人と増えた時にどういうふうに移行するかということです。あくまでもこの「境シグナル」というのは大阪全体の公益としては大阪モデル。 というものを重視をするそして堺市内で市民の皆さんに注意喚起をどのように呼びかけていくかという指標ですのでここはあの今のところはステージ3までしか設定しておりませんので要警戒、も皆さんに注意してくださいということを呼びかけながらあ社会活動を送っていただくでこの上というのはもうこれ大阪モデルでですね大阪全体でどうしていくかという課題だと思っています。あの堺市は 近隣の多くの市と隣接をしていますし大都市大阪市とも隣り合っていますのでこれ堺だけで例えば自粛とかです、ね、あの休業制とか、まあ、これは大阪府の権限なので堺だけではできないんですが行った万が一もし行ったとしても堺だけで防ぎきることはできませんですからこれ以上の対策というのは大阪府とも協議をしながら大阪モデルとして実施をしていければというふうに考えています。 共同通信の白賀と申します、えー、とビジッターセンターの件についてお伺いしたいんですけれども、まあ、市長といたしましてはこのやっぱりビジッターセンターの一番の見どころをこれが完成したときに市民の方、屋、ま、外、あ、いろんなところから来た方にどういったところが一番の,この見どころとか魅力になるのかっていうのをもともと左のところに観光案内所がありまして。 仁徳天皇陵古墳に来られる方は観光案内所に寄られる方もいらっしゃったと思いますがそれでも仁徳天皇陵古墳あの訪れても廃場はあってあのもちろん魅力的なんですがその壮大さであるとかその古墳の歴史的な価値というのは分かりにくい状況でした。まあ、その意味ではまずはここに 立ち寄っていただいて、まあ、外観も魅力的な建物になりますので立ち寄っていただいてリラックスをしながらですね遠方から来られる方、まあ、飛行機で来られる方あ電車で来られる方いろいろいらっしゃいますがあリラックスをしていただきながら古墳群の価値を感じていただくための施設になっているんじゃないかと思っています。またたあの古墳群もず古墳墳群群周遊していただいていいだ 徳天皇陵古墳見ていただいて帰りにもここにまた立ち寄っていただいてお土産等ですねその旅の名残余韻をぜひここで感じながら帰っていただくその意味ではまず入り口の施設としてこのビジターセンターというのは大いに役立つ効果的な施設あると思っています。ありりがととうございます、まあ、あの坂市博物館でもあの割,割とというか,かなりその古墳に 古墳をこう知る面ではかなりその知れるのかなというふうに思うんですけれどもこのまあ違いというかやっぱり博物館との,その違いですかねそういったところで一番違う点というのはどこになるんでしょうか、はい、このガイダンス機能ビジターセンターとしての入り口の機能ですねゲートウェイの機能だけで全てが完結するとは思っていません。まずはあの 世界遺産を見に来たんだといいいう方がいらっしゃいますその方たちに、えー、まずはモズコフン君のことを詳しく知らない方たちにその概要を知っていただくその魅力を知っていただく映像で感じていただくそのためにまずは入門施設としてこのビジターセンターにお越しいただきたいと思っていますで併せて今、まあ、今日このビジターセンターの発表をさせていただきましたが博物館の改修というのも今計画を進めていますまずはここに来てていいただいて 古墳群の概要をしていただく入り口をしていただくそして、まあ、実際に仁徳天皇陵古墳を見ていただいてそしてより詳しく知りたいとお感じになられた方々には博物館にぜひ立ち寄っていただきたいと思うんですね。今までも博物館にはあの古墳群からの出土品であるとかあの古墳群のその地図を貼ったりまたあの石棺の実物台のものもありますので。 魅力的な施設ではあったんですがさらにここからの一体感ということでビジターセンターに来た人そしてその知識を知った上で博物館に来られるということも踏まえながらより深くしていただきたい古墳群を研究してみたい古墳群の真髄を知りたいそのような方にですね感じていただけるような今博物館で。 リニューアルオープンに向けた検討を進めていますこれもできれば7月中には博物館の件も皆さんお伝えしたいと考えていますありがとうございました関西テレビ長木と申しますと先ほど市長からのデジタルコンテンツも楽しんでいただけますということありましたけれどもちょっとどういった内容になっているのかもう少し詳しくいただいてもよろしいですか 今あのモズ古墳群に来ていただくとですね、忍徳天皇陵古墳の前に立つと、まあ、廃場があって、えー、そこの奥にはあ、まあ、木があ茂っているという状況ですので、まああの、皆さんがよくイメージしていただく前方公園墳、486メートルもある巨大な鍵穴というのは、残念ながら今、この現地ではああの体感することができません。ですからこのデジタルコンテンテツを使えば 実際に自分のその現地で見えないものも再現ができます、まあ、上空からの映像であったりもしくは古代の古墳群はどうだったのか今は木が茂っていますが当時は木がなかったと言われていますのでその平地にですね点在する古墳群23の世界遺産が構成遺産がこのモズ古墳群にはありますのでどういうふうに配置をされていてどういう意味を持っていたのかということを あの現地で実際に見るだけでは分からないことをデジタルコンテンツを活用しながら感じていただきたい、そのために体感ができる、実際にここに立ってですねあの見るのはもちろんご覧いただきたいんですが、あ感じていただく、そのために効果的なデジタルコンテンツ、活用したいいと思っていますあ予備支部の浦野です。 すいません私もあのビジターセンターについて教えていただきたいんですけれども、先ほど来、デジタルコンテンツのお話で、まあ、上空からの映像ですとかあの、古代の古墳がどうだったですとかあの、まあ、いろいろお話あったんですけれども、す、え、で、っと、にその上空からの映像ですとか古墳あの、古代の古墳がどうだったかについては、えっと、今の既存の,その博物館でもう、実際にもうあのそういったことが見ることができたり、知ることができたりしているのかなと思うんですけれども。 その上で何が違うのかなというところがもう一つ分からなくて教えていただけたらと思うんですけどもるとおり今博物館のシアターでもー、まあ、古墳群を知っていただくような映像というのは流していますでそのシアターというのはこれからも活用していきたいと思っていますが、まあ、その映像というのはあ、まあ、今のその博物館に来た方のおま主、あ、古墳群を概要していただくというようになりますがあの。 映像としてはもう少し今の最新映像であったりですね技術を入れながらさらに磨いたものにできるんじゃないかなというふうに考えています。ここは今事業者からご提案いただいているところですので、まあ、実際にどういうものが出来上がるというのは私もまだその事業者の提案見てませんからわからないんですがあの実際にその今の CG であったり映像を流すだけではなくて この空間で体感をしていただくそのために博物館で今行っているシアターとはまた違った差別化をした映像がにしていきたいと思っていますので実際にそのどういうものになるかというのを私も決定する前にですね確認をしながらきちんとその魅力を感じていただけるものになると,ということを保証しながら作成したいと思っています。あとすいませんあの、まあ、あの先ほど来の,その、まあい ちょっとこうあのまあ一つこうえまだちょっとイメージがすいません湧きにくいところがありましてえっとそのカフェとかリラックススペースがあるのは分かったんですけれどもその博物館との一体感というところでえっとまあ今のところとコンテンツとしてはデジタルコンテンツしかちょっと分からなかったんですけれども一体その例えばもうちょっと視覚に訴えるものですとかやっぱりものっていうのがこうあっ 上でそのの博物館との一体感やっぱりそっちに行ってみようかな、もうちょっと詳しく見てみようかなっていうインセンティブが働くかなと思うんですけれども、そのあたり、何かこう、もう少しものとか、そのあたりってあったりするんでしょうかはいちょっとのこの映像が見にくいんですが、あのこのあたり、展示スペースがありまして、実際にあのこの映像っていうのありますか。 あの,このような形で実際にススペースがありますで覗き込んで、まあ、古墳群を見ていただいたり、まあ、壁のところにもです、ねあのまあ、このケースであったりあの出土品であったり、まあ、日本全体の中の古墳群であったりまたあの、まあ、マップに古墳群を落とし込んだりあのこのような展示物もありますので実際にあのシアターだけではなくてあのまずはその古墳群の概要であったりです、ね、あの日本中にも16万基の古墳がありますから。うん あのここに来た方々はモズ古墳群のことを知っていただきたいのはもちろんなんですが日本にその16万基ある16万基ある古墳で、えー、なぜここが世界遺産になっているのかその日本中の古墳との、まあ、比較というものもぜひ感じていただきたいなと思っています、まあ、そうすることでよりモズ古チ古墳群このモズ古チ古墳群のエリアにですね、まあ、日本のお大きい古墳ベスト10のうちの 多くがそこに存在するわけですから、その意味も分かっていただけるんじゃないかなと思います。あの、まあ、今回のそのリニューアルというのは、あの、三影響評価ですとか、その中で全く影響はしないということなんですか、ね。かもともと、あの。外乱施設を建設するときには、やはり、あの、一から建設をするということで。まあ、そこで、例えば、その工事が。あ、仁徳天皇陵古墳をはじめ、周りの古墳群に影響を与えないかということが。 やははりイクモスの方々からは懸念されていいたととうことです今回についてはあの建物自体はすでにあるものを改装しますのでここはあの有識者にも話を聞いていますがそこはクリアできているというふうに確認をしています。 朝日新聞白木です。えっと今政府がですねあのいわゆる Go to t r a v e キャンペーンですか。あれをまあ二十二日から予定通りすると言ってるんですけれども、まあ一部地方自治体の首長さんなんかからはですね、まあ議論を唱えるというか今早すぎるんじゃないかっていう話もあります。これはあの長府市長はどのように捉えておられますか。Go to キャンペーンのその試み自体は特にあの関 業界であったりり宿泊施設とといいいうのののは疲弊をしていると聞いてるる聞おりますので意義あるものだ、と考えていますただこの時期の実施というのはやはり早いんではないかと思っています。私たちもどうやってその市内の観光業者であったり、宿泊施設の皆さん、地域回復をしていくかと、経済回復をしていくかと考えたときに、やはりインバウンドであったり、国内全体からはまだ早いんじゃないかという思いがありました。ですからまずは 堺市民の皆さんに堺市内で巡っていただくもしくは大阪府内からあ、まあ、堺の公務に来ていただくということをやっていこうと考えていたんですね、まあ、今回、まあ、全国で今感染が広がりつつありますので、まあ、ここはあ、まあ、効果はあ経済的な効果はあると言いながらやはりその感染爆発を抑えるという面ではあ、まあ、不安がないといえばう、まあ、嘘になりますので、まあ、あのこの辺りは 宿泊業者の皆さんともしっかりとあの協議をしながらどのようにして感染防止をうたっていけるのか堺に来られる方々にですねあの感染を堺市民の皆さんの感染を防ぐというのもそうですし来ていただいた方々が感染してもそれも困りますのでそのあたりを徹底するようにしたいと思っています。 まあ、あの政府の方うでガイドラインしっかり決めていただいてです、ね、あの実施をするというのであれば、ぜひそこをきちんと担保ができるように行っていただきたいと思います私から吉村知事が昨日だったか言ってたこともしませんすが、その最初はエリア内、例えば関東だったら関東、関西だったら関西みたいな形でやったらどうだみたいなことも言ってましたけど、その辺、まあ、ど,どうなん、でしょういやあの、そう思いますよ。 私もあの多分1ヶ月2ヶ月前の記者会見でもお伝えしたと思うんですがまずはやはりその地域内での行うとしても地域内がいいんじゃないかということを伝えていました、まあ、あの政府でいろいろと検討された上でですねもともと8月だったんですよねそれをトラベルだけを前倒しをして行うということですでまたあの有識者の検討もされると聞いていますのでぜひ、まあ、そこはですね まあ今回この日本中で移動するということについての感染拡大に与える影響というのをしっかりと検証をしていただきたいと思いますそしてやはり多くの自治体の首長の皆さん私も報道を見ていますがあの心配になる気持ちで本当に分かります私も来ていただきたいという反面本当にじゃあ感染社会でも今増えつつありますが感染が今多く発生している地域から来ていただくことが本当にいいのかどうかというのも悩むところがありますので。 あのまあ、政府の事業としてです、ね、あの安心できるように周知もしていただきたいしガイドラインも定めてほしいと思います,すると22日というタイミングは主張としては早すぎるという考えでいいんですかね、はい、私はそう思っていますガイドラインの整備に期待するってところですかここはあの、まあ、実施をするという方向性ここはまあ今の時点でもう2二日って来週ですよね。 でそれをもう実施するとお早いと思ってますがあもし事前にそれが決まるんであればもう少し後という選択肢もあったと思うんですがこの時点でもう22日とお決まるんであればですね、まあ、少なくともガイドラインは徹底してほしいという意味ですあとまあ今おっしゃいましたその観光業者なり、まあ、宿泊業者なりの支援ですねこれ、まあ、GoTo をなかなか、まあ、実際の人がそう動くかどうか分かりませんので堺、えーまあ、市内も宿泊業者さんたくさんありますし。 大変な状況だと思うんですけれども、そこへのまあ追加的な手当て、その例えば地域内でとか、まあ、市民がまず市内を巡るっていうけれども、宿泊についてはほぼ発生しなくなるわけですよね、そうすると、そのあたりのまあ市として何か考えておられること、まあ、府と連携してでも結構なんですが、なんかアイデアあれば、教えてくださいあの、まあ、府で今、あの宿泊のキャンペーンというのは行っています、そして市内の例えばホテル業界の皆さんとも、意見交換私も直接させていただいております。 もともと堺市は大阪市と違ってあのインバウンドであったり観光客というのはあのかなり限定されていたと、まあ、あのモゾ古墳群モゾフリコ墳群が世界遺産になってから増えてはいますがそれでも大阪市と比べればかなり少ないとしかもあのビジネス客が多いということである程度その大阪市との差別化であったり違いというのがあったと聞いています。ただまあこれが今 私が多分、意気込したのが5月だったと思いますのでもう7月になっていまして長期化していますのでこれからどういうふうな支援ができるのかサポートができるのかそこが例えばそのあの市内を巡っていただくときにです、ね、市民の皆さんに対してあの必ずしも遠方から例えば北海道とか東京から来ていただく方が坂に泊まるだけじゃなくて大阪の方も坂に泊まっていただいてもいいと思うんですよね。ですから、ら、感染拡大を防ぎながら 事業者の皆さんをサポートできる策というのを考えていきたいと思っています NHK の鶴本と申します。 ビジターセンターの話に戻るんですけども、これもあの先ほどおっしゃったような古墳について知ってもらいたいというお気持ち以外に観光客に来てもらうために使うというようなお気持ちというのもあるんでしょうか。あのまあビジターセンターですから、もう訪問された方々向けの施設です。まあ市民の皆さんはあの実はあの小学校中学校の教科書でも副読本がありまして、まあ、あの私も小学校の時に習いましたが。 モズコフンくのことというのはあの結構習うんですよね。ただまああの身近にありすぎて当たり前のように感じています。私もあの遠足で来ましたが、まあ,あんまり子供時代にあのコフンくのこと聞いてもですね、まあ、大きいあのお墓があるというぐらいしかわからなかったんですね。ですからもちろんそのモズコフンくのことをよく知らない。 あの全方御殿を知りたいという方にはここに来ていただいて見ていただきたいですし、まあ、ビジターセンターとしてあの観光客だけではなくて是非市民の皆さん区民の皆さんにもこの場所でですねあの古墳群の意味というものをしていただけたらと思っています。 それではこれにて第12回市長定例会見を終了させていただきますどうもありがとうございました